どうも、エルザです。それでは、ゴースト・オブ・ツシマやっていきたいと思います。さて、今回はメインクエストですね。活休のダイオリーかな。こちらの方ですね、やっていきたいなと思います。そうだね、多分ワープして、移動ということになりますんで、早速ファストトラベルしたいと思います。さあ、活休のダイオリーをやっていくわけですが、そうだね。谷を見つけろということで。この辺りだと思うんだけど。お、谷見つけたっぽいね。あー、こっちから行けるのか。ははは。降りてだねえ。霧しか見えないね。まあ、さすが谷っていう感じだけど。止まれ、浪人。何用で参った？浪人ではない。酒井仁と申す。侍？ならば御前に会われよ。うむぎ谷の佐藤さだ。さあ、こちら参りましょう。まず午前にご挨拶。おい、午前ね。このお方がうむぎ午前です。うむぎ谷へようこそ。猛虎に知られておらぬようですな。ありがたいことにね。ここでは争いなんて幾とせもご無沙汰。太刀を抜けばうちの者が黙っちゃいないよ。その掟を守りゃ、わけもなく切られることはないけどね。さて、それじゃあ、御用を伺おうじゃないか。仲立ちの五郎を探しておる。なるほどね。今頃下で酒をしこたま飲んでるはずだよ。仲良くしてやりな。礼を言う。また会いたいもんだね。あんたとは助け合えそうだ。なんか、こう、企んでそうで嫌だよね。あとはメインクエストなんで。ちょっとね。装いも変えておこうか。どっから降りれるかな。あ、危ない危ない危ない。すぐそこいるね。こちらへ、お伝えしたいことが。お主が五郎か。だったらどうだったんだい。そういうあんたは。酒井と申す。なに、侍はみんな死んだろう。生きているか確かめるか。だがその前に聞くんだ。志村殿から借りを返せとことづかった。志村様が何をしろって。本土まで下踏みを届けろ。そいつは高くつきますよ。まして猛虎が海を封じてるんだ。借りがあるのだろう。これで返せ。やるしかねえってことか。菰田浜の戦で志村様と一緒に借りも消えたと思ったんだ。だから飲んでたんだよ。祝い酒ということか。弔い酒だ。俺らなんかを守るために大勢が死んだんだからな。だろ。まあそれが務めだからね。島の谷全てを守ると誓った。お主もその一人だ。俺みたいな役立たずを守って死んじまうとはね。お主が誠の役立たずなら志村殿は頼みにせん。まあでも弔い酒とはいい言い方やね。さて、もうこの囲みはやすやすと抜けられねえだろうな。文はあんたが持ってるのか。ご当人だ。赤島の海岸にいらっしゃる。なんとかしてみるか。水戸岳砦の近くに船を隠してある。この地図に目印を書いた。そこで落ち合おう。んじゃ合流だね。また別の場所で。五郎、開けろ。
今日こそは金を返すまでこっから動かねえぞ。まずい。俺が出てやろう。お主は行け。おお、そりゃ助かる。では明石まで、酒井様。ゴロ、いつまで隠れる気だ。浪人が何用だ。あ、これはこれは、なぜゴロの家なんかに。なんだと。いや、出直します。さあ、これで、なんだけど、どこまで遠い。そしたら、赤島の村から行くのが一番早いかな。お、のろしが見えるね。あのあたりかな。それっぽい場所来たね。戻ったら。お、守備は。はい、お伝えします。おじ上いるじゃん。うむぎ谷で五郎を見つけました。酔っておったか。冷ましました。御身への借りを返すため本土へ船を出すと。悪人も使いよう。あやつほど海を知る者はおらん。この二人が下踏みの使いですか。そうだ。小太郎も太郎も中遊の士。鎌倉への書状を託すにふさわしい。五郎曰く近くで落ち合い船へ案内するとのこと。宵闇に紛れて立つぞ。その時までに戦支度を済ませろ。はい、叔父上。頃合いだ。皆馬に乗れ。いつでも立てます。油断せず。野盗にも気をつけよ。野盗か。あ、こんなもんで大丈夫かな。うん。その顔、聞きたいことがあるようだな。申してみよう。五郎と知り合った経緯は。お金製の唐の絹を売っておったのを捕らえてな。絹を燃やし放免してやった。はあ。あやつはご金製に背いた。なぜご放免なさったのですか。力はな、加減して用いねばならぬ。弱すぎれば侮られるが、強すぎても好機を逸してしまう。猛虎の囲みは厚い。五郎は抜けられるでしょうか。抜けるしかない。我らが捕らえられたらどうします。死を恐れてはならぬ。勇気を持ち、守るべき民のことを忘れるな。志村様。五郎、船はどこだ。こちらに。生きてらっしゃったとは。よかった。よく引き受けた。見直したぞ。まあやるにはやりますが、岸を離れることなく沈められちまうかもしれませんよ。物見の兵が船に行参いますから。では奴らの気を他にそらさねば。止まれ。ここからは歩く。水戸だけ取りで、我が父が槍川家から奪ったもの。今や猛虎の取りで。侍が二人で奪い返せば肝を冷やすだろうな。砦の中で騒ぎを起こせば、うん、船の物見も目を向けるはずだ。五郎、これより我らは砦に押し入ってくる。その隙に船を出せ。ダメです。死ぬおつもりですか。いいから下踏みを届けろ。馬では気づかれる。歩いていくぞ。良いな酒井。さあ、火球の頼りやっていきますか。いや、なかなかここを抑えるのか。やっぱおじめ無謀だよね。てかおじめこれで攻略できたら強すぎるよね。食いさえつければ勝機はある。それだけで砦を落とせますか。多勢といえど一斉にはかかってこられまい。幾度敵の不意をつけると。初手だけで十分。残りは切るのみだ。もうこの兵だ。
隠れて行けば。敵に背を向ければ背中に逃げ傷を受けるぞ。あそこに蜂の巣あり。なら。いやー、蜂便利だね。よし。参りましょう、叔父上。ゴーの者から狙え。ゴーの者から。すぐに撃ち取れ。おお、目の前いた。ほい。見事な手さばき、よくやった。いやーとは言ってもね、おじゅうえさん無謀すぎるわ。行くぞ、門へ進む。さあ、ここ見上げた上達ぶりではないか。開けてだね。それをなしておるぞ。それでこそ武士。ありがたく存じます。さあ、とりあえず侵入はできた。おお、隠れて。あ、危ない危ない。抜ければなら騒ぎを起こしてやれ。もうこの船にいる兵の目を残らず引きつけるぞ。よし。あちゃ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 。そうか、火はダメか。意外といいところに。で、あとは。よし、危な。他になんかない？区内切れたか。やばいねー。えいねー。よし、はじけた。さあ、いけ。ん？いや、めっちゃ物騒なのあるじゃん。しかもあれ槍なんだ。ヒヤリか。切り捨てろ。これでどう？何おじけついてんだ。よし、行くぞ。おじ上行くよ。あれ、おじ上？ほらほら、おじ上。いや、めちゃくちゃ物騒やな。痛い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 。
足を止めるな。切り捨てて進め。教えた甲斐があったわ。見上げたちょ。さあ、刺して、あれ、どこ行った。ワンちゃん痛い。ヤグレ、押し込め。おい、ヤグラ。あのヤグラを取れなんていかんちゃね。うわ、めっちゃ撃ってきてる。あれか。見えた見えた。うお、これ走り続けないとダメだね。よし、ヒアリを抑えるぞ。これで抑えれるか。よし、あれはついた。まだ入り江と何があった。猛虎に見つかったな。奴らの船に追われればひとたまりもなかろう。いえ、我らがおります。それにこのヒアリも敵の兵器だぞ。それを使うと今は味方の命が肝心。操れるのだな。やってみせます。もうこの船を潰せ。砦の兵は任せろ。おじ上、ここで死ぬつもりはないがな。マジか、使ったことない兵器使うのか。だいたい、ゴローの船に近づけ。あ、やっぱそんな感じよね。ここで、おお、連射連射。やりました。もうこの船が燃えています。続けろ。このまま距離を取らせる。こっちは、あ、まだ。いっぱい来てるね。あのでかいのはどんどん撃っちゃえ撃っちゃえ。おお。たまに急兵がゴロを進むのだ。あ、もうこへいのやつはまだ来るんだね。そうか。新手の船が来よったぞ。五郎の船に近づけるな。やりました。もうこの船が燃えています。撃ち続けろ。そのまま距離を取らせる。思ったよりも来るね。ここらへん。よしよし。あ、来る来る来る。やばいやばい。あ、危ない危ない危ない。あ、なんかめちゃくちゃ下爆発してる。じゃここらへん。たまに急兵はゴロを進むのだ。ここらへんは OK。おお、めっちゃ前来てる。大丈夫かな。あれはやばい。なんか意外とね、ちょいって出てきてるんだよね。ゴロが来る。ゴロを変えてくれ。どっち、筆はどこから。あー、来てる。近い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 。これはここ当たら、よし当たった。やった。手を頼んだぞ。
この兵器強えな。さすがだちん。一度ならず猛虎の狙いをくじくとは。叔父上の教えに恥じぬようにと。それどころではない。まこと立派になったもの。成長したな。あの下踏みには上申もしたためてある。お前を志村の後継ぎにするとな。おお、あ、もう地主の話してるんだ。常にそなたを後継ぎと思っておったが、この戦が終われば世に知らしめる。いつの日か民はそなたを頭と仰ぐだろう。わしの後を継ぎ地頭となるのだ。将軍様の下事情によってな。私が務めを果たせるでしょうか。果たせるとも。援軍がつくまでの間もことを進めておかねばな。お考えが。酒井家の鎧を手に入れ、槍川に加勢を頼む。義のある友とやらも連れていくがいい。ユナに会い、大見村で鎧を得ます。終わったら我がクバラの陣所に来るがよい。その後共にハーンから我が城を取り戻し、対馬を救う。父と子として将軍様も勝利を祝ってくだされよ。離れることになるが、くれぐれも用心しろ。下級の頼りクリアです。さあ鎌倉に援軍を送ることができましたね。いやー、なんとかと。まあね、今回ね、ライブ配信の時でやってるんだけど、まさかの配信エラーが出て、これなんとか取れたのよ。下級の頼り2回目。まあ見てられた方には、初めての方もいると思うんでね、そのままにしたんですけど、初見の感じでやったんですけど、わー、なんとかね、撮影できてよかったなと。で、まあ次回もライブでやる予定なんで、まあこのあたり、槍川の壁とか、あとは、ありし火の亡霊か。このあたり、やっていって、まあメインやって、ここだね、志村の儀、を、攻略するという流れまでいけるとベストかなというところですね。まあ、とりあえず、このあたりね、いろいろ調べたいんだけど、まあ、伝承の儀とか、そのあたりは一旦メインを残り2つ終わらせてからやっていこうかなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回かは、そうですね、もう一つのデータがあるので、そちらの続きからやっていこうかなと思います。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまた。